こんにちは、堀口めです。はい、今回はですね、ちょっと最近ここら辺から見てもらえれば分かる通り、あのすっごい前歯に隙間が空いています。よろしくお願いします。まあ、矯正がね、歯列矯正が進んでるっていうやつなんですけど、すごいよな、医学の力なんですよ。で、今回はですね、なんと前期末テストの結果発表をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速国数 A、理、社の順番でやっていきます。まず国語の古典、ズル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 、71点、イエーイ。分からへんけど、あの、まあ、平均点が52点だったので19点上ということで、まあセーフみたいな、まあ、7割あればいいんですよ。でも、まあ、もうちょっとあると思ってたなっていう感じです。で、続きまして現代文、85点、イエーイ。前回が88点で、あの、学年最高だったんですけど、今回は違います。もうみんな高い。今回はマジでみんな高くて、でも80点あったから良かったなって思います。で、続きまして、あの、筆記やりまくるやつ、何十文字で書きなさいの問題がいっぱいある国語だから、まあ二次試験対策みたいな科目があるんですよ。それの発表します。ドゥルルルルルン、52点、まあ、前が55点でした。だから、まあ、アップしたということで良かったんですけど、平均点もアップしてるので、そんなに良くないです。はい、続きまして数学発表します。数学 1A、 ドゥルルル、ちょっと飛んだ、めっちゃドゥルルルルルルルン、63点、イエーイ、イエーイって感じなんですけど、まあ、前が59点で、あの、なんか惜しいなって感じだったんで、なんか6割超えてびっくりしました。見て、ほら、裏とか、ほら、こんなに真っ白やのに、てか1行書いただけで1点もらえた、イエーイまあまあ110点満点なんですけども、よし、置いといて、まあ、次数学 2B、 よし、待って、ズルズルズル、60点、イエーイ。前が71やからな、まあ、下がったけども、多分これ平均もまあ48ぐらいなんじゃないかなということで、まあ大丈夫でしょう。はい、次英語いきます。英語がほんまに、あの、今までで一番悪いんじゃないかっていうのがあります。英語が4つあって、そのうちの英語理解ってやつがほんまにすっごい低いんで、最後に言いますね。で、まず普通に良かったやつですね。これは英語表現、だからまあ文法とかやな、文法とかのやつは87点、まあ、これはあの、みんな頑張って取れるやつです。で、次が英語の演習です。まあ、実力問題みたいなのある感じのテストです。これが、うん、あ、いっぱい落ちた、78です。やっとね。まあまあまあ、そんなに悪くはないよねっていう。はい、続きまして、何やこれは、速読です。あの、長文読むやつです。84点、まあ、これは、あの、クラス平均がなんと70点ということで、まあ、みんな80点取ってる教科です。だから姫は真ん中の方ですね。で、これ一番最後、いっちゃん悪い、英語理解っていうのがあるんですけど、これもまあ長文なんですよ盛大にやらかしまして、英語理解の点数、62点、これやばいよな。でも、まあ、平均が49点ってことで、まあまあみんな60点ぐらいなのかなっていう感じですね。まあ、難しかったです。でも、なんか71ぐらいかなとか思ってたけど、ちょっと甘かった。で、次が国数 A、 理科の発表します。理科の地学基礎8点の発表します。86点、イエーイ。まあまあまあ、上には上が多いと思うんですけど、多分これ、ま、なかなかいい方なんじゃないかなと思います。どんなのか分からへん。あ、嘘、待って、平均 62.88 って書いてる。普通やな、普通の、ちょっと中の上みたいな感じです。次が生物基礎、93点で、しかもハンコが押されてるということは、
第1位でした。イエーイ。でもまだなあ、これでさ学年1位取るんやったらさ、これが80何点で数学70点の方がよかったよな。まあ、そうなのいいんだけど、でもなんかちょっと見てや、ここにおやおやって書かれてるんですよ。なんか姫変な間違いポイントみたいで、なんか煽られてますね。はい、で最後が社会が、次倫理整形78点、平均が54点なので、なんか前より高いんですけど、前が多分平均38とかやって、姫が81やったから前の方が良かったんですよ正直。まあでも、まあでも良かったなと思います。なんか最高点が81だったんですよ。だからまあ70後半だったらいいんじゃないかなと思います。で最後がチリ、いきます。ドゥルーダン、91点。イエーイ。なんと学年平均60点で、めっちゃいい方で、これも一番でした。自信なかったんけど、なんか変なことがいっぱい書いてるし、センターピボットやのにどうってセンターピボットって書いてるし、これ見ていただいて分かる通りすっごい問題数多いんですけど、なんか、まあ、だから、まあ、高得点みんな取れてる感じだと思います。でもどうなんやろ、地理は平均だいたい60で、みんな60代とかそういうのが多いけど、言う本なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、前がめっちゃ良くて、前が平均79点で、すごい良かったんですけど、途中で50点台とか挟んでたんですよね、2個ぐらい。でも今回は60が4つ、70が3個、80点台が4つ、90点台が2つということで、まあそういう感じだったんですよ。なんかめっちゃいいのもないし、めっちゃ悪いのもないみたいな感じでした。でももう英語で60取ったのがちょっと痛くて、で合計が 13教科で1001点だったんですよ。ほーよかった、なんか1000点超えたら優秀ゾーンみたいなのがあるんですよ。まあまあみんな取ってる教科違うからあんまりこんな判断できひんねんけどな。で平均点が77点ぴったりでした。まあまあよかったよかった、前が79点やったからさ、なあ、まあマジでほんまに今回マジでほんまにあれ受験の前やから、そんなにガチって感じやってなくて、模試もあったし、模試の方の勉強したいなと思って、そんなに軽くっていうか、やってたんですけど、山がうまく当たって、ほんまにたまたまなんかいい点数のやつがあったりしてよかったなっていう感じです。まあ受験頑張りますね。まあ自信につながるから、定期テストをね出る人と頑張る人いろいろおるけど、姫は頑張るタイプですね。なんか人それぞれやから、なんかね、ほんまに賢い人はもう何個なり0点取ってでも東大行く人とかおるかもしれないしな。どうなんやろ、それはないか。まあこんな感じのテストでした。チャンネル登録、インスタグラムぜひぜひよろしくお願いします。ここ早く埋まってほしい、歯がこう来る予定なんですけど、まあでは終わります。バイバーイ。77点ラッキー7、これは？え？